けど、どう？変じゃない？持ってた漫画にこんな感じのシーンがあったと思ったんだけど、この衣装ってウェディングドレスがモチーフだろ。だから花嫁さんっぽいことしようかなって。気づいた？ブライダル雑誌ってのを見てたら載ってたんだ。俺の長さでもできそうだから試してみたんだよ。まあほとんど美咲にやってもらったけどな。
婚ってなんか難しそうだな。俺がピンときてないってのもあるけど。うちの？父さんも母さんも忙しそうだけど、でも毎日楽しそうだよ。そうか、俺分かっちゃったかも。俺が結婚するなら父さんたちみたいになりたい。やっぱ毎日一緒にいて楽しい人がいいよな。あとキャッチボールも付き合ってくれて。俺プロデューサーとキャッチボールすんのいつも楽しいなって思ってるんだ。それに話してると楽しいし、毎日こういう感じもいいなって思うんだ。違う、楽しいって話をしただけで結婚したいとかじゃって何言ってんだ俺。すげえ恥ずい。もう試着は終わり。こっち見るなってば。あ、今日発売の漫画もう売ってたの。読みたくてそわそわしてたんだ。さすが気が利くな。プロデューサーお疲れ。撮影も後半戦って感じだな。正直俺もヒヤヒヤしたよ。このままうまくできなかったらどうしようって。花嫁役のモデルの人とかみんな綺麗でさ、こういう撮影に慣れてる人も多かったみたいだし、俺のせいで撮影が止まるのは嫌だからいろいろ考えてやったんだけど、いいよ気にしてない。むしろ謝るのは俺の方。わがまま言って撮影の予定変えちゃったし。なんか変な風に考えててさ、花嫁さんらしくしなきゃ、他のモデルさんみたいにしなきゃって。休憩の時に外の空気吸ったらすっきりしてさ、外で撮ったら気持ちよさそうだなって思ったんだ。撮影してて俺思ったんだ、もしかしたら俺みたいに迷ってる花嫁さんもいるのかなって。花嫁さんはおしとやかじゃなきゃいけないって思ってる人きっといると思うんだ。でも式場の人が花嫁は主役だって言っててさ、俺が主役なら俺らしくないとって。だからいろいろ迷ってる人が俺の写真で元気になってくれたらいいなってこと。本当はもっと動きたかったけど写真じゃ伝わらないんだよな。どういうこと？呼ばせないように気をつけながらな。